皆さんこんにちは。待望の標準レンズの帝王プラナーのジャンクレンズを発見したので、何としても撮影可能にしてみたいアズイズカメラです。本日の動画はカールツァイスプラナーのレンズヘッドと各種ジャンクを組み合わせてオートフォーカスレンズを連成した方法の紹介と撮影テストです。今回見つけたレンズはプラナー 75mmF3.5 です。長年このナノレンズを探し続けていて、とうとう手に入れました。東京のカメラ店でカメラ本体とは泣き別れて、壊れたコニカのシャッターユニットにレンズだけがついているというかなりの悪条件のものを6600円で買いました。肝心のレンズの状態も良くないですし、決して安くもありません。じゃあなんで買ったかというと、これは超高級二眼レフローライフレックスのレンズだったからです。ローライクラブさんという海外ページで見ると1958年製と古いですが、二眼レフの完成形として名高く、今でも感動品は20万円近い価格で取引されています。これを手に入れても改造なんてできるわけもないことから、このレンズをデジカメで使ってみるには千載一遇のチャンスと思い、購入を強行しました。ここまで程度が悪いと腹もくくれます。ジャンクを組み合わせてオートフォーカスレンズ化してみることにしました。本日の生贄はタムロンの 24mm 始まり標準ズームレンズ 73D です。ハードオフで330円で確保しておいたものです。良いレンズですが、挙動が短くて太いという透過交換の元として素晴らしい適性を備えた一本ですから仕方がありません。ちなみに EF マウントです。早速分解開始です。 EF マウントは古くても完全電子化しているので、マウント分解は超簡単。見えているネジを取っていくだけです。コネクターを全部外してからネジ2本を抜けば基板が剥がせます。フォーカスモーターとの接続コネクターは硬くて抜けなかったので放置します。基板に隠れたネジ3本を抜くと切り替えスイッチがついた外装が外せます。裏にスイッチとのコネクターがあるので注意です。これでオートフォーカス機構にアクセスできます。ネジ2本を外してから後ろにごっそり引き抜きました。これで残したい電子部品は全部取れました。ゴムグリップをここで外しました。次に見えるネジ3本を抜くとズームリングを引き抜くことができました。マウント側から本体内装フレームを抜き、前玉側からはピントリングを抜きます。次にネジ3本で固定されたピントリングの土台側を取り外したらあと一歩です。最後の一山、レンズ群取り外しは大変でした。ネジを回しても内側のナットが空転してしまうので、ネジ側を固定してナットを回してやっと外すことができました。これで分解完了。レンズ群と絞り機構はこれでお役御免ですから、それを除いて逆回転で組み立てていきます。分解でだいたいどれぐらいの手数がいるか解説しましたので、組み立ては100倍速で飛ばします。まあざっと分解の3倍ぐらい大変なだけです。あはははは。後ろに映っているのが余った部品一式で、プラナーレンズはジャンクシャッターユニット前後にねじ込まれています。絞りは生きているので再利用します。シャッタースピード調整リングは大きすぎて邪魔なので外しました。周辺に張り出した部品も取ってしまい、外形はなんとか 73DE に入るサイズになりました。シャッターユニットとフィルタリングをつなぐ共同として 73DE の余剰部品を再利用します。余計な出っ張りはノコギリでぶった切ります。シャッターユニットをねじ込むにはちょっと穴の大きさが足りないので、次は電気ドリルで径を広げます。レンズを作っているのに大工仕事が続きます。現物合わせの一発勝負ですが、これでシャッターユニットを共同にはめることができました。
これで部品が揃ったはず。あとは組み立てるだけです。こんなのでレンズになるのか不安ですが、立って歩け、前へ進めです。空想した通り組み立てていきます。最初はさっきのシャッターユニットです。差し込んだだけでは不安なので、適当に探してきたリングを内側からねじ込んでしっかり固定しました。何の部品を使ったか分かりません、ごめんなさい。元レンズ 73DE は前玉回転式フォーカスなので、レンズ一式をフィルタリングマウントに固定することでオートフォーカスを実現します。 73DE から流用した共同がちょうど 43mm 径だったので、 43mm のリングにねじ込んだら接着不要でしっかり固定できました。これは単なるラッキーです。そこからステップダウンリングで 52mm、55mm、62mm と径を拡大して、レンズユニット共同をフィルタリングにマウントできるようになりました。共同後端についているシャッターユニットの前後に今回の革新部品プラナーのレンズを取り付けます。シャッターユニットとレンズの前後は逆にしましたが、径が同じなので問題なくはまりました。すべて臨機応変、すなわち適当にやってます。最後は出来上がったユニット一式を 73DE のフィルタリングマウントにねじ込みます。脳内ではこれでハマるはずなんですが、どうでしょう。試行1回目で問題なく 73DE のボディにフィットしてくれました。少なくとも加工自体は成功です。というわけでドライバー、ノコギリ、電気ドリルを使った錬成術で標準レンズの帝王プラナーのオートフォーカスレンズが完成しました。 73DE の共同の太さに助けられ、破綻のないレンズ外観にまとめることができました。レンズがだいぶ奥に位置するのでフード付きとも言える形です。ちなみにグリップゴムをつけていないのは単にアルミ製のフォーカスリングがかっこいいと思ったからで、機能的な意味はないです。 EF マウント仕様ですので、テストは先日手に入れた奇跡の5000円ジャンク 5D マーク2でやってみることにします。 EOS と帝王の組み合わせで無事撮影できたら最高です。早速お出かけしましょう。屋外撮影テストは近所の公園。真夏の真っ昼間で日差しは最強レベル、暑いです。まずは三脚に固定して撮影してみます。のっけから問題なくオートフォーカスが作動し、スムーズに撮影成功しました。撮影結果はどうでしょう。絞り優先モードでレンズからは本来の絞りユニットを外しているので開放設定で撮影しています。プラナーのこれがファーストライトです。このプラナーはレンズコンディションが良いとは言えないのですが、開放でもふわふわということはなくてちゃんと映りますね。感激です。一手間ではありますが、絞り値を変更することもできます。レンズユニットを一度外すことになります。内蔵したシャッターユニットの絞り制御機能は生きているので、ここで F8 に絞ってみます。再度ねじ込んだら変更終了です。 F8 に絞って劇的に描写が改善するかというとそうではないようで、 F3.5 からが質は担保された設計のようですね。動画も撮ってみました。一世を風靡した 5D マーク2 の動画機能でプラナーでの撮影ができた事実に満足です。EF レンズベースだとアダプター経由でほとんどのミラーレスカメラでも使うことができますので、 α7-2 でも少しだけ使ってみました。この組み合わせだと焦点距離が合わないものの一応お手ぶれ補正が効き、60年前のプラナーで増面位操作 EFC によるピント追従もできます。最後にワンコチャンネルです。 75mm という画角ならポートレートでしょう。ということで真夏の炎天下ですが出てきてもらいました。 5D に戻しています。ちょっと相乗の朝食感がある優雅な絵に見えますが、実際はワンコの炙り焼き状態です。ご褒美のために省エネで頑張る勇士です。まとめです。プラナーという名前を見つけ、
脊髄反射で6600円も突っ込んでしまった時は、やっちまったんじゃないかとかなり動揺しました。そこでめげずにジャンク箱を漁り、動作品の 73DE という良いレンズをどうか交換に差し出しつつも、 75mm オートフォーカスプラナー完成にたどり着きました。プラナー、どうしても欲しいビッグネームだったので、程度はともかくコレクションに加えることができ大満足です。このアダプターはこれまで作ったものよりかなり内径に余裕があるので、新たな適合レンズ発掘がはかどりそうです。今後も諦めずに鋼の心でレンズ錬成に励みます。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。